鴨志田隆は、茨城県久慈郡第五町出身の元プロ野球選手、元コーチ、宇藤右内。大五リトルで野球を始め、勝田シニアでエース。水戸丹大夫高校時代は、最速時速 152km の速球で鳴らし、3年、春は県大会優勝。同じく速球派投手でありごに、オリックスでチームメイトとなる。 日南学園校の寺原隼人と共に、東の鴨志田、西の寺原と言われた。2001年度ドラフト会議で読売ジャイアンツから3巡目指名を受けて入団。2002年にその年の独走優勝もあり、消化試合で、一軍テスト当番新人ながら10月10日の対中日ドラゴンズ戦で、初セーブを挙げる。 2003年はリリーフ崩壊を受け払った津の監督に戦力として期待されるが7月18日の対横浜ベイスターズ戦で小田島正国にサヨナラ満塁本塁打を浴びるなど満足な成績を上げられずに軍に降格2006年13イニングで11支給と請求難を克服できなかったがファームでは抑えの切り札として三振の山を築く 11月7日に谷義友との交換トレードで、長田正宏と共に、オリックスバファローズへ移籍。2008年7月2日、舞島ベースボールスタジアムにて2007年、不調の年に終わり、一軍でも未登板に終わる。シーズン終了後にウィンターリーグに派遣され、5セーブ防御率0.98、リリーフ起用ながら、脱三振を争いに絡む、好成績を残した。 この口頭を見た、コリンズ監督に、こんな投手が、うちのチームにいたのか、とコメントされている。2008年、4月に先発投手不足を受け、プロ入り初先発するも1回3分の2、5を支給で降板。以降1軍での登板はなかった。2009年、課題の請求難克服のために、投球の腕を下げ、スリークォーター君のサイドスローへ転向。 中継ぎで7試合に登板したが、防御率10.13と打ち込まれた上に、8等級会で7よし9、2飛本類が15非安打と精細を書き、一軍定着はならなかった。2010年5月30日に一軍登録されると、ビハインドの展開での登板が主でありながらも、リリーフ陣の一角として定着した。26試合に登板し、防御率2.30。 脱三振率10.21の好成績を残した。2011年、引き続きビハインドでの場面で投板し、リリーフ陣の一角を担った。9月18日の千葉ロッテマリーンズ戦では先発のエヴァン・マクレーンが1回途中を失点で越した際に、緊急投板し、1回に3を投げて、ア安打に脱三振2で抑え、その後のチームの逆転勝利に貢献する働きを見せた。 投板数は、前年度よりも少ない18試合ながらも、防御率1.76と好成績を残した。2012年、6月下旬に2試合に投板したのみに、終わった。2軍では37試合に投板して1勝1敗、3セーブ、防御率1.94の好成績を収めた。2013年、6月16日の東京をヤクルトスワローズ戦で12年目にして、 プロ初勝利を挙げるが、この年も一軍では6月に2試合に登板したのみで、10月7日に、球団から戦力外通告を受け現役を引退。2019年2月22日に同年からベースボールチャレンジリーグに参加する、茨城アストロプラネッツでのコーチ就任が発表されたが、同年12月26日に退任が発表された。2020年6月27日、 古巣の巨人と OB スカウトとしての契約を締結。茨城エリアの有望選手の情報を巨人に提供する役割を担う。ありがとうございます。